程度でも開ける私じゃないわ。レベルアップよ。プラネテューヌ以外にもこれほど多くのモンスターがいるのね。倒しがいがあるわ。なんかネプネプ、その格好だと強気です。それにしてもやっぱり女神様の守護が弱まってるからモンスターさんも現れるですか？私に聞かれてもわからないわ。でも仮にも女神様と呼ばれてるほどの存在よ。その守護が弱まるなんてありえるの？女神様の力が弱まるっていうか、そもそもその力の源は大陸の人々の信仰心よ。モンスターが人を襲えば自然と弱まるの。守護が弱まってモンスターが現れる。モンスターが人を襲って守護を弱める。堂々巡りなんだと思うわ。なるほど、わかりやすいわ。でもだとしたら時間が経過すればするほどモンスターは増えるかもしれない。それは考えてなかったです。でも一理あるですよ。どうするです？だとしたらキリがないです。安心して、私がいるわ。誰かに言われたの。世界を救えるのは私だけだ。私なら救えるのよ。なら救ってみせるわ。正義感はそのまんまですけど、こっちのネプネプは安心感が違うですね。すっごく頼れるです。確かに普段の能天気なのよりはマシだけど、これはこれで爽やかすぎて尺に触るのは私だけ。まだ序盤だからかな。なんかモンスターを倒した時の報酬が大人ほど寂しいような。景気があんまり良くないらしいです。なんでもアブニールっていう大きな会社さんがお仕事をみんな持ってっちゃってるらしいですよ。確かに中小の工場がそのアブニールの煽りで潰れてるってのはあるみたいだけど、別にそのせいだけじゃないんじゃない？でもそれって悪い会社だよね。お仕事独り占めしちゃってるんでしょ。それはすなわち悪だよね。そこで運って言ったら襲いかかりそうね。でも別に世界征服してるわけじゃないんだし、そもそも会社を善悪で分けるのはどうかな。でもその会社のせいで困ってるなら放っておけないよ。そこを倒せば景気も良くなるんでしょ。一般的に会社は倒すものじゃないんだけど、そういう時は武力じゃなくて教会や女神様に相談するのが普通なの。でも追い出されてまだ間もないですよ。これじゃ鍵のかけらもだとアブニールさんも打つ手なしです。後者はあんまり関わりたくないけど、確かに鍵のかけらを見つける前に不景気の煽りでロギンが尽きたりしたらことね。適度に他の大陸も回りながらしばらく様子を見ましょう。Thank you.
しぶりね。ラステーションのハード、ブラックハートよ。今日の記事は、ラステーションの大陸紹介。テーマは、ラステーションの教育についてね。前回の記事で、ラステーションはまだ発展途上の重機の大陸だって説明したのは覚えているかしら。プラネティウヌを追い抜くために、ラステーションでは技術士の育成には特に力を入れているわ。国営の技術士養成学校の授業料はゲーム業界の中でも一番安くて有名なの。将来ラステーションを担う人材だもの。力を入れて当たり前よね。だから将来は技術士になりたい学生にはおすすめするわ。これで今日の記事はおしまい。それじゃあまた次の更新の時に会いましょう。ここがこの前モンスター退治の時に会った社長さん、シアンの会社？お、来たか？別に会社なんて立派なもんじゃねえよ。ただの町工場。調理器具からミサイルまで何でも作ってるぜ。それよりこっちだ。ここじゃ落ち着いて話もできないだろ。座ってくれよ。ここ俺の家だから。へえ、じゃあ私カウンター席取った。でも仕事場の隣がレストランなんていいなっていうか頼み放題だよ。自分の家で頼み放題しても仕方ないだろ。工場の稼ぎだけじゃ苦しいからな。母さんがここを片手間でやってくれてるんだ。この辺りはまあなんていうか、アブニールのせいで中小にまで仕事が回ってこなくなってるからな。やっぱりアブニールは悪い会社なんだ。シアンも町の人もそれで困ってるんでしょ。悪いなんてもんじゃない。仕事を全部取り上げて自分だけどんどんでかくなる化け物みたいな会社さ。どういうわけか女神様もそれに仕える教会もアブニールの悪行には見て見ぬふりだ。放っておいたら大陸中があの会社に乗っ取られるに決まってる。やっぱり私の思った通りだよ。アブニールを倒さなきゃラステーションに平和を訪れないよ。でもどうするです？やっつけようと思ってやっつけられるものじゃないですし、そもそもどうやって戦えばいいかわからないです。俺たちだってただ黙って潰されてやったりなんかしないさ。今年は待ちに待った総合技術博覧会の年だしな。総合技術博覧会？それって何です？お祭りでもあるんですか？そっか、二人はラステーションは初心者だしね。面倒だと思うけど一から説明してあげて。ああ、カクカクシカジカとかなしよ。わかんないから。まあ、世界観説明は RPG の醍醐味というか、決して避けては通れない道というか、退屈かもしれないが、覚悟して聞いてくれ。ラステーションでは4年に一度、総合技術博覧会ってのがあって、いろんな会社が決められたジャンルで展示を行う催しがあるんだ。目的は技術交流らしいが、それだけじゃない。出展したものの中で最も優れた展示品には女神様から直々にトロフィーが贈られるんだよ。トロフィーが贈られるですか？すごいです。でもトロフィーでアブニールさんをやっ